シリーズ第2弾、今回のお題は何ですか？今日はバックハンド引きすぎてないをやろうと思います。バックハンドも引きすぎてる人が多い？多いと思いますね、割と。でうまく打てないからどうしても引きすぎて打てなくなって、今度は手だけで合わしに行ってとかなるので、まずはその引きすぎてをちょっと改善してテクニックアップしてもらえたらなと思います。はい、これもフォアと一緒で、割とラケットを後ろに引いて、でこういう状態になって、で踏み込んでいくとこう後ろに大きな状態ができる。でもここからじゃあ実際まだ打とうと思ったらタイミングがやっぱり距離が長いので、当然パワーは出るんですけど合わせにくいから、じゃあどうなるって言ったら、この状態で振りに行こうと思いっきり振れないんですよ。空振りするのも嫌やし難しくなるから、どうしても振れないから、ここから最初の勢いだけでここでスイング止まったりとかするので、割と思った通りパワー伝わってないような気がするんです。で、まあラケット引いてって言われるとこういう状態になるのは両手でもそうだけど、これってラケットを引いてっていうよりかはセットが軸足ありますよね。軸足の延長線上グリップがクリーンに置いといてあげると、これで踏み込んで足がここに来るとラケットは後ろにいてるんですよ。これをただただ横向いた状態からはい引いてって覚えると、じゃあどういうことになるか、まず構えます、ボール来る前に横向きますで引きますで動作が多いので、これじゃあボールを打てないと思うんですよ。なのでできたらセットする位置は体の前、ちょうど分かりやすく言うと軸足の延長線上にグリップがあるぐらいでちょうどいいかなと思います。これをこの足よりも後ろになると今度バランスも悪くなりますよね。ちょうど自分のスタンスの中にラケットがあって、スタンスね、この中にラケットがあること、これが例えばここから外れるともう崩れてしまうので良くないから、できるだけこのスタンスの中に収めてください。まずはでグリップが収まったら、例えばこうなったらグリップは中にあるけどヘッドは後ろにあるから、これはこれで全然問題ないと思うんですけど、ここからこういうのはよろしくないですよってことです。OK。じゃあ、そっからじゃあスタンスの中にグリップがあって、ステップインした状態で、これで十分打てる形なんで、ここからじゃあそのまんま体重を乗せて打ちましょう。っていう風にやってくれると、うまいこと捉えられるし、バックの、苦手意識も克服できるんじゃないかなと思います。いいね、構え。体重度しっかり乗せて、どーんと。少し体重度乗せるか、ゆったり、そう。ゆったり、そう。いいよ。はい、ゆったり。そう。はい、ラスト。最後ね、ちょっといい例やってもらったんですけど、もう一回出しながら説明します。で、例えば、行くよ。いい例ね、普通に。じゃあ、まず最初に、はい、行くよ。で、スッと構えたとき、こうやって、体がさっとアクションをこうしますよね。まずこれがいい例で、そう。で、そのままボールの方に近づいたとき、ストップ。オッケー、ワンマンしたときに一回止まって、その形で止まってて、スーッ、ストップ。で、その時に、もうワンバンして上がってくる時に、もうこれが進んでるけど、手の位置ってもうあまり後ろ行ってませんよね。もうちょい後ろの方が体重が。膝曲げて軽く。この方がいいね。そう、こうなってて、ボールが、ワンバンした時にこの形になってて、あと上がってきたら、そのままタイミングよく取れるっていう状況に持ってってあげるといいよね。OK。これがさっきの最初の動画では、それができてなくって、もう一生懸命、まず横向くこと、で、ラケット引くことが一生懸命で、振ることとか、どこを狙いたいかっていうことはあまり頭に入ってない形になってるのね。で、これだと、次、おいおいね、私ここに打ちたいなとか、ここコントロールしたいなっていうのが、先が見える形になってるから、今ぐらいの感じでやってくれたら。もう一回いきますね。大きく違うところは、打ってください、もう、そこから。そう、ワンマンした時には待ててて、手の位置がそんなに後ろに行ってないと思うので、ここを意識しましょう。そう。まずはここをクリアしておくと、そう、コントロールが効いてくるのでいいと思います。セットしたところから、そう。はい。OK。ラスト。
ドン。はい。